本日は男性ホルモンのテストステロンを増やすと言われているハーブ7種について研究論文に基づいて考察していきたいと思います。いつも通り参考文献は概要欄に貼ってあります。僕のプロフィールなんですが、もともとパーソナルトレーナーをしていまして、現在は NACACPT という資格を持っています。過去にサプリで体調を崩したことがありまして、基本的には食事から栄養を取ることにしています。その上で気になる栄養素については研究論文などを確認してから摂取するかどうかを決めていて、このチャンネルでは僕が調べた結果をシェアしています。では早速ですが、テストステロンを上げるとされるハーブ1つ目、アシュワガンダについてです。2019年オーストラリアのマードック大学における研究で、40歳から70歳の肥満気味男性43人を対象にアシュワガンダの抽出物を8週間投与したところ、ストレスホルモンや女性ホルモンの上昇がなく、テストステロンが 14.7% 増加したということです。また同じ年同じ大学における研究で、60人の成人に対して60日間アシュワガンダの抽出物を1日あたり 240mg 摂取してもらったところ、ストレスホルモンが減少して、かつ男性においてはテストステロンの濃度が上昇したということです。この2つの研究を総合すると、男性においてはアシュワガンダがテストステロンの上昇に貢献する可能性が考えられそうですね。2つ目、トンカットアリ、別名でマレーシア人参とも呼ばれているハーブなんですが、2012年マレーシアの病院における研究で、男性更年期障害の患者320人のうち76人に1ヶ月間トンカットアリを 200mg 投与したところ、与えられた患者においてはテストステロンの濃度が優位に改善したそうです。またこの治療が行われる前に正常なテストステロンのレベルだった患者は全体の3割だそうなんですが、治療後は患者の 90.8% が正常なテストステロンレベルになったとのことです。この研究はあくまで男性更年期障害というテストステロンの濃度が低くなっていた方を対象に行われたものなので、テストステロンの濃度がもともとそこまで下がっていなかったり、男性更年期障害になっていない方で同様の結果が得られるかはちょっとわからないですね。続いて2013年アメリカの研究で、男性32人、女性31人に対して4週間のトンカットアリを摂取してもらったところ、ここではコルチゾールの減少とテストステロンの上昇が確認されました。コルチゾールとはストレスホルモンなので、筋肉を分解する作用があるホルモンになりますね。しかし2016年の研究では、女性31人に対して 100mg のトンカットアリを摂取してもらって週2回の筋トレを12週間実施したところ、筋トレによる筋力アップは当然確認されたものの、トンカットアリを摂取している人、摂取していない人での有意な差は確認できなかったそうです。トンカットアリについてまとめると、まず男性更年期障害の患者においてはトンカットアリがテストステロンの上昇に貢献する可能性があるということが分かっています。2つ目の研究では、男性と女性ともにテストステロンの濃度が上がったということが分かりました。女性における研究ではグループ間で有意な差確認できなかったという研究もあるので、条件によってはあまり効果が確認できない可能性もあるということですね。3つ目、ロデオラ。ロデオラはテストステロンに関する研究が少なかったのですが、2018年ポーランドにおける研究で26人の健康な男子生徒に対して4週間1日 600mg のロデオラを摂取してもらったところ、反応時間の短縮が確認できたもののテストステロンに有意な変化は確認できなかったとのことです。なのでロデオラにおいてはテストステロンが有意に変化するという研究がまだ確認できていないという状況になります。4つ目、フェヌグリーク。フェヌグリークとはスパイスとして使われているハーブで、2020年イランの医科大学における研究で、過去の4件の研究を俯瞰的にレビューしたメタ分析では、男性においてフェヌグリークはテストステロンを増やすという報告がされています。テストステロンとは関係ないですが、2014年シンガポール国立大学の研究で過去10件の研究をレビューしたところ、フェヌグリークによって空腹時の血糖値や食事をしてから2時間後の血糖値が低下したということも分かっているので、血糖値を下げたい方やテストステロンを上げたい方にはフェヌグリークがもしかしたら役に立つかもしれないですね。5番目、胃腸肺エキス。2008年中国の医科大学附属病院における研究で、糖尿病のラットに対して12週間胃腸肺エキスを投与したところ、テストステロンの合成を促したということです。同じ2008年台湾の大学医学部の研究でも、オスのラットに対して胃腸肺エキスを投与したところ、テストステロンの生成が優位に増加したということです。胃腸肺エキスについては、ラットにおけるテストステロン増加は確認されているものの、人によるテストステロンの増加は現時点で確認できませんでした。6つ目、トリビュラス、ハマビシですが、中国やインドの古代医学で用いられてきたハーブで、2014年イギリスのキングストン大学の研究では、過去11件の研究をレビューしたメタ分析によって、
動物実験においてはトリビラスによってテストステロンのレベルが優位に増加するということが分かっているそうで、しかしながら人においては他の栄養素と併用していた研究においてのみテストステロンの増加が見られたそうです。なので人体においてはトリビラス単独でのテストステロン増加は確認できなかったということですね。また2016年ブルガリアの研究で14歳から60歳の男女を対象とした合計12件の研究をメタ分析したところ、テストステロンは増加しなかったというふうに報告しています。2つの研究をまとめると、動物試験のみテストステロンの優位な増加を確認していて、人におけるメタ分析ではトリビラス単独ではテストステロンを上げる効果というのが確認できていないという形になります。最後7つ目、ヨヒンベですね。ヨヒンベはアフリカに生息する樹木で、男性の性的機能を回復する目的などで使われている植物になります。2002年アメリカで男性18人に対してヨヒンベに含まれているヨヒンビンという成分の作用を調べた研究があるんですが、ここではテストステロンに有意な変化が見られなかったというふうに報告しています。他の論文を確認したところ、ヨヒンベによってテストステロンの上昇を確認したものは見つかりませんでした。以上、これらの研究から結局のところテストステロンを上げるために有効なハーブというのはどれなのかというのを、信憑性が高そうなハーブとさらに研究を期待したいハーブに分けてまとめておくと、信憑性が高そうなのはアシュワガンダ、トンカットアリ、フェヌグリークの3つになりますね。一方でさらなる研究を待ちたいのがロディオラ、イチョウ葉エキス、トリビュラス、ヨヒンベの4つになります。特にロディオラやイチョウ葉エキスはテストステロンを上げるという意味で使っている人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、研究を見る限りまだまだ人における研究としてはあまりこう数としても充実してないなと思いました。はい、今回はテストステロンを増やすと言われているハーブ7種について研究論文に基づいて考察してみました。どれもテストステロンを上げるというふうに言われるハーブですけれども、実際に研究論文を探してみるとなかなか人の体におけるテストステロンの増加を確認しているものは多くなかったので、今後テストステロンを上げるために何かしらのハーブを取り入れたいと思っている方にこの動画が参考になれば幸いです。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。